貯金通帳に1000万円欲しいんだって思ったとするよね。そうするとまず必要なことは、これ1億円でも同じなんだよ。神様からあんたって選ばれる人がいるんです。で、そういう人が、この話はかなり高度な話です。こんにちは、ありがとうチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。日本一幸せなお金持ちと言われる斉藤ひとりさん、銀座マルカンの創設者で、1993年から毎年全国高額納税者番付で12年間連続で納税ベスト10入りを果たし、納税発表終了まで累計173億円を納めて日本新記録を打ち立てました。今回のひとりさんのお話は、神様にあなたですよと選ばれる人、ひとりさんが教える1000万円、1億円貯金する方法、高度なお話です。最後になぜかお金が入ってくる、100% お金が入ってくるお話、願いは願った瞬間叶っているというお話をいたします。それでは斉藤ひとりさんのお話です。お楽しみください。はい、斉藤ひとりです。今日はね、行動の星っていうテープを入れます。これから聞いてください。途中、この話はちょっと信じられないなっていう人は信じなくてもいいし、わかんない人はわかんなくてもいいです。別に難しい話だとは思ってないんですけど、ちょっと普段、世間の人が言ってる話と違うんで、そのつもりで聞いてください。まずですね、行動の星って言うんだけど、行動する前にやってもらいたいことがあるのね。それが自分に向かって、そのままでいいんだよって一日何回か言ってもらいたいのね。で、なんでかっていうと、例えば人間って何でも逃げちゃうタイプとかね、頑固な人とかいっぱいいるんだよね。その人の性質っていうのがあって。ただそういうのっていうのは、頑固じゃなきゃ生きられない何かがあったんだよね。前世からずっと何代もこう生きてる間に、逃げ型の人ってのはつい逃げちゃうような癖があったんだよね。だけどそれは本当にこう、逃げなかったら命に関わるようなことがあったから逃げたんだと思うんだよね。で、みんな弱気の人って強気になれない何かわけがあるんだよね。で、それを自分のどこが悪い、どこが悪いって悪いから直そうっていう形になると、悪い芽を植えて育てていくと、悪いものがなっちゃうんだよね。それよりも、そうなったのは仕方がないから、そのままでいいんだよ、頑張ったな、よく生きてきたね、とか、よく頑張ったね、っていう風にして、やっぱり自分を褒めてあげて、肯定してあげないと、これからが始まらないんだよね。で、これからそれを、自分をこのままでいいんだよって自分に何回も言えるようになると、人にも言えるようになるんだよね。一旦まず認めてあげないとダメだよねっていうことを言いたいのね。それから自分は例えば私は仕事をしてるんだけど、これから何か仕事をしようって人は、例えばラーメン屋さんでも何でもいいんだよ。例えば話なんだけど、なんかお金の話しちゃって、全然話が違う人ごめんね。ただ分かりやすいからするのね。例えば貯金通帳に1000万円欲しいんだって思ったとするよね。そうするとまず必要なことは、1000万円絶対貯められるんだっていう確信を持たないとダメなんだよね。自分に確信がないとやれないんだよね。これ1億円でも同じなんだよ。で、そうなった時、貯金通帳が1000万あることを本当に思い描けますか？で、思い描いたとしたら、その次に1000万円貯まるような行動を取らなくちゃいけないんだよね。例えば、なんていうの、働かないでお金が欲しいって言ったって無理なんだよね。この星はそういうふうにできてないんだよね。1000万円貯めるんだとしたら、例えば自分は日本そば屋やろうと思ったら下積み行ってとかっていうのがあるように、1000万円って、まあ、ビルで言うと10階建てのビルだとするじゃない。そうすると、一番最初1階から作っていくと思うけど、そうじゃなくて、基礎から作っていかなきゃなんないんだよね。穴掘らなきゃなんないこともあるんだよね。だから、ラーメン屋一つやるにしたって、下積みみたい、基礎みたいのがいるんだよね。わかるかな？
これが1億円っていう、例えば、それが100階建てのビルだと、例えば話でするとね、本当に下の方もうんと深く掘らなきゃならないから、上に大きい建物を建てようと思ったら、本当に深いものを掘らなきゃなんないんだよね。で、行動しないとダメなんだよね。だから自分は、例えば、1000万円欲しいけど、何やっていいか分かんないんだとしたら、それはその時点で、貯金箱買ってきて、1日100円でもいいから貯金する。お給料の中から1万円でもいいから貯金して、実際に行動に移しているとだん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 考えが浮かんでくるんだよね。それで、目的に向かっていくことが楽しいことで、この星は行動しないと何もできない星なんだよね。よく、こういうことがあって、なんかこう、不労所得みたいのがあったとかっていう人もいるんだろうけど、私は不労所得のもらい方を研究してるわけじゃないし、納税日本一になった時って不労所得でなったわけじゃないんだよね。だから私は一生懸命働いてやったから、働いてやる方法しか知らないし、教えられないんだよね。運よくこういうの財産をもらいましたとかっていうのは、そういう人に聞いてもらいたいの。きっとでもその人はその人なりの何かをしてるはずなんだよね。だけど私がやってんのは事業家だから、事業としてのやり方しか教えられないんだよね。だから絶対成功する、スパゲティ屋やるが絶対成功する、で成功するって信じてるから行動できる。それから行動すると同時に、例えば逆上がりだって一回じゃできないんだよね。何回も何回も練習して逆上がりだってできるのと同じように、何回も失敗しても絶対成功するっていう確信があるから、これじゃダメだってことが分かった、成功に一歩近づいた、これじゃダメだってこと分かった、成功に近づいた、改良して改良して改良してやるのは絶対成功すると信じてるからなんだよね。ついてるだってそうだよ、自分はついてる人間なんだと思うから行動できるんだよね。だから確信する、成功してるとこを本当に思い描く、そして行動する。いいかい、前に山があって、この山がどうしても邪魔だって言うんだったら、毎日考えてるようにスコップ持ってきて、少しでも山削りな。で、本気になって削ってるうちに、いろんなアイデアが出てくるし、知恵も出てくるの。だから行動を伴わないような願い事は願いじゃないんだよ。思わずやりたくなっちゃって本当にやろうっていう、ここはそういう星なんだっていうことを分かってもらいたいの。で、この話ね、100回聞いてください。100回聞けば絶対分かるから。はい、以上です。はい、おはようございます。100回聞いてくださいの話です。天に選ばれる人、神様が選ぶあなたですよって選んでくれるって話があるんです。それで、これで、時々あるんだけど、ぜひこの話だけ聞いてもらいたいんです。なぜかっていうと、聞かないと、意味が分かってないと、全く逆に考える人がいるんです。で、今から話しますからね。あ、これは人は誤解するわ。よくついてる神社へ行くと人が大勢集まります。で、大勢集まっていろんなことを聞くんですけれど、その中で、例えばですよ、いや、ついてることがあったんです。私ついてなかったんです。っていう、そういう話が、やたら出ることがあるんです。ついてる神社行った時、斎藤ひとりさんに会えた、私ついてます。ね。会えない時は私、本当は月がねえんじゃないかと思ってたんです。とかっていう話が出ます。それから中に、10円、自動販売機行ったら10円玉がなかったんですよ。で、ついてねえなと思ったら、その持ってた100円まで落っことしちゃったら、落っことした100円が、10円玉の上にポコッと、要するに落っこってたらしいんですね、10円がね。それが自動販売機の下にあって、100円玉を覗いたら
ぴったり10円玉の上に落っこってた。そういやこれはついてるってわーって話ですよね。とそういう話ってついてるように思うけど、じゃあ10円玉がなかったらついてないんですか。でそうじゃないよ、神様の時間調整っていう話聞いてもらうと分かるんだけど、ついてる人は何してもついてるんだよっていう話なんだけど、神様に選ばれた人って何ですか、その話とどういう関係があるんですかっていうと、神様に選ばれた人っていうのは大勢の中で全員が意識してないんです。でも集団的無意識の中で実は魂って全員つながってるんですよ。そうするとその時になぜかついてるついてないの話がいっぱい出るんです。その中で神様からあんたって選ばれる人がいるんです。そうするとその人のオーラがふっと大きくなるんです、光るんです。そうするとその人が一番わかりやすい10円玉が足りなかったからついてないと思ったけど、10円玉を拾ったから私はついてたんだ。そうするとひとりさんにそうじゃないよ、ね、10円玉は落ちてても落ちてなくてもそんなことじゃなくてすごいついてる人間なんだよっていうことを教わるんです。だって10円玉が落ちてたからそれを拾って得して、なかったら得じゃないって言ったら普通の人と同じでしょ。でもそれは普通のこと言ってんだよねって、魂の勉強してる人が普通の人と同じこと言ったら意味ないじゃない。だから誤解すると、あ、自分のこと言われてんだ恥ずかしいなと思っちゃうけど、そうじゃないんです。全員が同じ質問をしたいんです。ところが一番その人が私が答えるのに分かりやすい質問をするんです。で、そういう人が神様に選ばれる人って、天が選ぶ人がいるんですよ。そうするとその人だけその日ほっと叱るんです。だから自分はみんなのために選ばれたんだ、だからそれに対して私が答えたんです。だからみんなの代償なんだよ。だからこれだけ気をつけてもらいたいことがあるの。質問しようかなと自分の心が出たのに、でもいいや、こんな人前でこんなくだらないこと聞いたら自分がね、あの人アホかと思われちゃう、だから黙ってよって言うと、叱りかけてきたオーラがふっと消えちゃうの。その結果、実はその答えは全員が聞きたがってるの。だから落ち着いてついてるついてるとか天国言葉言ってる人にこの質問をしてくださいって浮かんだ言葉は無駄な質問なんかないんだよ。それは地獄言葉みたいのしか言ってない、愚痴とか泣き言とかそんなことしか言ってない人間が出た言葉、くだらない質問だなと思うけど、ついてり神社に来るような人ってちゃんと本読んだり天国言葉言ったりついてるって言ってる人なんだよ。その人の言葉の中にその質問って、あなたの後ろにいる守護霊とかあなたの中にいる神がって、ファイヤーセルフっていう真の神が出した言葉なんだよ。この質問してくださいって出したんだよ。ね。で、それが無駄なもんなわけないの。地獄行きの言葉ばっかり言ってる人が出た言葉って、後ろにいる貧乏神か、悪魔みたいのがささやきだから聞いてると不愉快になったり自分も不幸になるし、それ聞いてる人が周りも不幸になるんだよ。でも天国行きのことはね、感謝してるとかついてるとかありがとうとかって言ってる人に出た言葉に無駄なものなんかないんだよ。だからこれからも誰かが出た答えに対して私答えます。そのたんびに、あ、なんか自分が言われてるようで恥ずかしいなっていうことじゃないの。あ、自分は一生懸命ついてる、天国言葉を喋ってるからこの中で代償に選ばれたんだ、だから私のことを話で言ってもらえるんだっていうふうに取ってください。その通りなんです。で、これは普通のところに人に言っても分かりません。でも魂の勉強とか
言霊の勉強をしてる人ならわかります。だからこの中大勢の中で私の意見が採用されたんだ、だから私はその人を非難してんじゃなくて、あの人選ばれた人なんだ、この中で代表で選ばれた人なんだ、素晴らしい人だと思ってお答えしてますから、そのつもりでいてください。で、この話は分かりづらいかは分かんないけど、100回聞くと分かります。あなたがもし分からなくても、守護霊様も、それからあなたの中にいる神羅という神も、そうだそうだって分かります。よろしくお願いします。100回聞いてください。はい、今のテープでわからないことがあるっていうのが、質問が1回いっぱい来てます。それに対して答えます。神羅っていうのがわからないんだ。で、実はこの話はすごい難しいです。だからものすごい簡単に話しますね。そのうち機会があったら詳しく話します。詳しく聞いてもわからないぐらい難しいです。ただこれだけ覚えておいてください。魂の中心、人間って、我みたいのがあるんです。で、我っていうのが、魂の汚れたような状態なんだ。それの中心の中心の中心に、あなたの本当のあなたがいますよ。で、真の我。だって人間ってだん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 成長していくじゃない。生まれ変わろうが何しろだん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 成長してきて、ね、人に優しくなったり、年寄りにどうぞって言ったり、だん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 優しくなってくるよね。で、それが真の我に近づく。だから本当は、どんな人にも真の我があるんだよ。なんかこれ言うとまたわかんなくなっちゃうかわかんないけど、観音様でも何でも、蓮の花、蓮の花っていっぱい持ってるでしょ。蓮の花がすごく多いっていうのは、蓮って泥の中から出てきても汚れ、もう泥もついてないで綺麗な花が咲くじゃない。泥の中から出てきても綺麗な綺麗な蓮の花があるよって言ってんのと同じように、あなたのどんな人にも汚れた人の中にも本当の心は蓮の花のように綺麗なんだよって言うんで、すごく蓮の花を大事にしてるのね。だからあの蓮の花を表してるのが神羅なんだよっていうことです。それともう一個だけね、これは私の説明が悪いのか分かんないけど、10円玉拾った、ひとりさんに会った、その時喜んじゃいけないんじゃないんだよ。本当に、ああよかったとか嬉しいとかって言っていいんです。会えないからついてないんだ。10円玉拾えないからついてないんだじゃないよね。そのことを思って、よく分かってくれれば、会った時、私も、ひとりさんに会えてよかったって言ってくれたら、本当に私も嬉しいです。なんか難しい説明になっちゃったかもわかんないんだけど、一生懸命話したつもりです。もともとが難しい話なんで、また本当になんかたっぷり時間かけてそのうち神羅の話します。どうもありがとうございます。はい、おはようございます。今からね、釈迦の教えという話をします。で、この話は、かなり高度な話ですから、かなり私は分かりやすく一生懸命話します。これ以上簡単にできないってぐらい話します。これを聞くと一度で、あ、そうなのかって腑に落ちるはずです。なぜかこれを教えてくれる人はいません。よく考えると教えられないわけもあるんだけど、釈迦の教えというのは究極的に言って3つしかないんです。で、まず第一です。第一が因果の法則があるよって、原因があって結果があるよ。だから今例えばいろんなことが起きてるのは、今世で作った因果か前世で作ってきた因果かだよ。要するに、人は輪廻転生繰り返しながら悟りに近づいていくからね、因果というものがあるよ。因果って原因と結果ってことだよ。で、お釈迦様は宗教家だけど、本当のことを言うとあの人哲学者だからね。哲学っていうのは、どこに応用しても大体何にでも当てはまるんだ。
原因があって結果があるよっていうことだから、これ何にでも当てはまるんだよ。哲学だからね、科学でもに当てはめても大体原因がなかったら結果が出てこないって当たり前のことなんだよね。でまずそれが一つで、二つ目が、般若心経という教えの中で言ってる、この世のすべてのものには構成要素がある、構成要素があるってことは何ですかって言うと、水だって H2O だから分解しちゃって窒素だけ抜いちゃったとか酸素だけ抜いちゃえばもう水ではないんだよね。すべてのものには構成要素がある。だから あの車いいなって言ったって、車と俺たちは素人だから車だと思ってるけど、あれ部品がいっぱい入ってんだよ。あんなからエンジン取っちゃうか、タイヤ取っちゃったらもうあれ車として存在しないんだ、鉄になっちゃうんだよ、ね、だからいろんなものには構成要素があるよ。私は金土だからパッとこうやって見ると、普通の人あそこの店島ねとかあそこ繁盛してるねって言うけど、本当は島な店には島な構成要素があるんだよ。で店が汚いか、食べ物がまずいとか、旦那が愛想悪いとか、全てのものが構成要素があるんだよ。それと同じように繁盛店って儲かってますねと繁盛してますねっていうけど、いくつもの構成要素があるんだよ。でプロが見ると構成要素を見抜けるんだよ。だ全てのものには構成要素があるよ。だから悩みで、僕は今こういうことで悩んでますって言っても、その悩みに対してこういう方法を取ったら悩みって解決するよ、ね、あなたが持ってる悩みって一個ずつ分解しちゃうとバラバラになっちゃうよっていう、その構成要素があるよっていう教えが2番目なの。じゃあ構成要素を分解してったら人は悩みがなくなるんですかっていうと、そうじゃないんだ。最後の教えは何ですかって言った時、人はどんなに構成要素分解しようが何しようが軽くなることはあるよ。悩みなくなることは絶対ないんだ。人は悩みから抜けられないんだって。なぜかというと、生きてりゃ生きてるだけの悩みがあるね。それから病気もある、老いることもある、嫌だって死ぬこともある。でこれは抜けられないんだよ。だ人は悩みからは抜けられないんだ。悟るとは何ですかって言った時、悩みなんかあるのが当たり前だから、ないような顔をして幸せそうな顔をして生きるんだ。それで嫌なことがあったからって人に嫌な顔してると周りが迷惑するから、そういうことをしないんだ。だから仏の顔になるのが修行なんだよ。で仏と同じような天国、仏は天国に住んでなんか天国言葉をしゃべるんだ。でそれが修行で、これを知らない人は、お釈迦様は悩みがないからああいう顔してられるんだって、そうじゃないんだよ。悩みがあってもああいう顔をしてるからすごいんで、でどの修行がすごいかって言った時、悩みがあってもないような顔をしてる、困ったことがあっても天国言葉を喋ってる、これの修行に尽きるんだよね。だから因果からみんな、大概は因果とか好きなんだよ。私の因果なんでしょう、大概そっから入るんだ。入ってきても構わないからちゃんと導くんだよ。でもその次には般若心経の世界に入ってきて、あなたの悩みには構成要素があるよ。でその次の段階は何ですかって言った時、悩みはあっても構わないから、ないような顔をしろと、ないような言葉を言い続ける、その覚悟なんだ。でやっとお釈迦様は死んだ時に涅槃に入って、死ねば悩みも何もなくなるんだよ。だから人ってたかだか短い命をもらって生きてる間、何があっても言わないんだ、この地獄言葉とか言わないし嫌な顔しないんだって腹が決まった時、奇跡的にそういう悩みはなんかなくなる。で絶対悩みはなくならないのに、自分はおかしいんじゃないかと、こんなに勉強してもとかね、私だけ苦しんでるように思うから、なくならないものをなくなそうとすると、なくなりっこないものをさもね、自分にすがればなくなしてやるようなこと言うやつがいるんだよ。だけど言ってる人も悩みがあるんだよ。お金取って商売してる人もあるんだよ。あの悩みってあるんだよ。最終的になってくると、絶対なくならないものをなくそうとすると、悩みはなくならないけど、あんたの持ってる金はなくなるよ。ね、この3つなの。で、これをぐる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 輪廻転生を繰り返しながら修行をしていくっていうことなの。
サラリーマンではサラリーマンの大変なことがある、アキンドやってるアキンドの大変なことがある、もう大変なことのない人なんかいないの、結婚すりゃ結婚したで大変なの、子供ができりゃできるで大変なの、彼女ができりゃできたで大変なの、何だって大変なの、苦労のないものなんかないので、どんな苦労があってもいいからないような顔をする、顔立ちの修行なのね、笑顔でいる修行であり天国言葉を言う修行なので、この3つの段階で魂は成長していくんだよ。だから生きてる間の一番最高の、修行というのは笑顔でいたり愛のある言葉をしゃべる、天国言葉をしゃべるので人から見て斉藤さんあんた苦労したことないでしょって言われたらこっちの勝ち。それとみんな気をつけなきゃいけないのは、でも本当は苦労してるでしょとかって言われた時、鎌かけられて口車に乗っちゃダメだよ。いや実は僕だってこんだけやってきたんですとか言っちゃダメだよ。私は苦労なんかしてませんってね、戦時中の人なんか爆弾降ってきたんですよって、私たちの時代は何が苦労なんですか、食料はね余るほどあって本当にこんないい国に生まれて幸せですとか、だから苦労じゃなくて間違ってたことはありますって間違ってたから私は失敗だから、それは直すしかないんだから苦労じゃないんですよ。私が間違ったことをしてたことはいくらでもあるけど、苦労はしたことありません。神様は間違い直してくれようとしてたんです。口車に乗って苦労話は絶対しちゃダメだよ。3つの教えしっかり覚えてください。以上です。はい、おはようございます。ひとりさんの社会聞いてくださいというやつです。シリーズですよ。この話は、短いけどとても大切な話です。ですね、神様は人を見放さないんだけど、言ってわからない、ちょっと意味が違いますね。言ってわからないんじゃないんですけれど、人って人から聞いて覚えることもあるし、人のこと見てて覚えることもあるよね。言われて分かることもある。困った時本屋さん行って本読むと、あ、こういうことか。もし本も読まない、人の言うことも聞かないね。でそういう人の言うことは聞かない、本は読まない、こうやって自分で例えばお店やってて、いいお店見に行くとかね、目で見て食べてみて、あ、こういしなとか研究心ってありますよね。もしそれもないとするのね、そうするとどういうことが起きるかっていうと、体で覚えるしかないよね。見てきて覚えることもしないし、本で覚えない、人に教わった耳からも聞かないって言ったとしたら、その人がどうやってものを覚えるかって言うと、体で覚えるしかないんですよ。ところがこの体で覚えるっていうのが世の中で一番大変なの。だからもし苦労してる人で、苦労してる人がいたら、自分は体で覚えるタイプじゃないかと思ってください。それでこの体で覚えるタイプの人っていうのの一つ特徴があるんだけど、この体で覚えて人の言うことを聞かないような人っているでしょ。二つのことに気をつけてください。一つは、人の言うこととかいい話は聞かないのに、変に脅かされたりなんかすると、ご祈祷に行ったり壺買ったり、そういうことは聞くんです。いい話を聞かない人ってのは、人の話誰のも聞かないんじゃないです。変な話は聞くんですね。それから妙な欲張り話みたいのに、儲け話みたいのには引っかかるんです。じゃあそういう人って変な人の話も聞いちゃうぐらいだから、いい人の話もよく聞くだろうって、けどそうじゃないの。いい人の話って聞かないの。不思議なもんなのね。
話が逸れちゃったかもわかんないんだけど、体で覚えるようになっていくとなぜ大変かって言って、いや、体で覚えりゃいいじゃないですかってよく言う人がいるのね。大工仕事でも何でも体で覚えたと。そうじゃないの。あれ、先輩やなんかがやってんのじーっと見て目で覚えてる。わかる？人のこうやって盗むようにして目で覚えて、自分でこうやってやって研究してんの。それを体で覚えたって、だから職人さんやなんか成功してるとかって、体で覚えたってのは実は目で覚え勘ですから、全てを使って本当は覚えてるの。素晴らしい人のやつのを覚えてるの。要するに私が言ってる体で覚えるってのは、それじゃダメですよっていう神様のお知らせなの。だからやることなすことものすごくものすごく失敗するのね。だって良き先輩がいるから、その先輩にそうじゃねえだろって怒られようか何しようかと覚えたっていうのは、良き先輩がいて教えてくれて、それを見て見習いっていうのは見て習うって意味なんだよ。だからコックさんでも見習いなの、大工さんでも見習いなの。見たこともないもんできっこないじゃない。それは目で習ってんだよ。わかるかい？この前、千葉の方にレストランがあったんで入りました、そしたらそこへ出てきた奥さんがですね、とんでもなく不愛想なので、当人は不愛想だということすら気がついてないので、旦那さんが出てきたので、どう始めたばっかしですかって言ったら、そうですって。そしたら一流の某一流ホテルへ勤めてたんです。それで、奥さんは当然サラリーマンの奥さんだったんです。だからあの顔で平気だったんです。おそらく一日中あのブスッとした顔でいたんでしょう。旦那が帰ってきてもあの顔だったんだと思います。おそらくあの顔が好きだから結婚したんでしょう。ところがお客さんはあの顔は嫌いなんです。それで旦那さんに私少し話したら、まあ今いろんな形でホテル業も大変だから自分は辞めたんだけど、自分はこれこれこうで僕は腕で頑張るからって言ってるんです。で、私もそのホテルよく知ってます。で、一流ホテルというのは一流の名前がついてるんです。で、決してフランス料理が美味しいとかってことじゃないんです。本当に町場だとかいろんなんで研究してるところで美味しいとこっていっぱいあるんです。で、ところが何が問題なんですかって言うと、僕はフランス料理の職人になったんだっていう人がいるんだけど、例えば中学卒業して高校卒業してフランス料理の職人さんになる人っているんだけど、実は中学生の時からフランス料理が大好きでとか、高校生の時からフランス料理毎日食べてて、フランス料理が好きで好きでコックになったとかっていないんです。大体そんな裕福な家庭だったらならないから、なんか社長かなんかやってるから。ってことは、食ったこともないのにやってるんです。だからここは一流だからここの味が一番だと思ってるけど、本当によそへ食べに行ったら美味しいとこっていっぱいあるんです。だから今からあの人たちって体で覚えるんだろうな。何を覚えるのかちょっとかわいそうなんだけど、奥さんが家であの顔してるのはいいけど、お店であの顔してちゃダメなんです。笑顔の研究とかいるんです。それから残念なんだけど、食事も本当にね、あんまり美味しくないの。だけどあの人ってすごいプライドと自信持ってるから、おそらく習いにも行かないんだと思う。そうするとどうなっちゃうんですかっていうと、最後にこの辺のやつは一流の味が分かんないんだって人のせいに絶対しだすんだ。過去何度も私そういう人見てるんです。その結果どん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 お客さんは来なくなる、お給料は入ってこなくなる。前はサラリーマンだからお給料入ってきてた。だけどお給料も入ってこないね、家賃は出てく、どん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 苦しんでいくの。これじゃダメだっていうことが分かるのにものすごい苦しむ。今世も苦しも下手すればまた繰り返しかねないんだよね。そうすると本当にね、教えてはくれないだろうけど、本当に流行ってる
フランス料理でも同じ同業者のところでも休みたんび行って食べて、あ、こういう味が受けるのか、こういう味が受けるのか、ね、もう一回、こういうとおかしいんだけど、経営者になるってことは、今まで見習いに入って、中学とか高校で入って、びっちり見習ったように、お店を始めるっていうのは一年生なの。前のを生かしてじゃなくて、はっきり言って前のが生きるほど、世の中って甘くないかもわかんないの。もう一年生として、今からやり直すんだって。お店も笑顔も、って、やらなきゃいけない時が、来るのね。だから脱皮できない蛇は死ぬってよく言うんだね。要するに時々人間ってそういう一生のうち何回かそういうことがあるの。今までのことずっとやってりゃいいんじゃなくて脱皮しなきゃなんない時があるの。その時に自分の経験を生かしてっていうより、経験なんかはもうちょっとなんだって、たかだかそのホテルにいただけじゃねえか、表に出た時俺1年生なんだって。ね。で、奥さんにもその1年生でお前共に行こうって言った時、共に行こうって言った時、1年生としてやっていかないと、自分が苦しくなっちゃうの。だから経営のことでも書いてある本とかあるの。だから見習う、要するに見に行って習うか、本読むか。そのこと、それから良きアドバイス。ところが俺も本当にアドバイスしてあげようかと思ったの。ところができる雰囲気じゃないの。絶対聞かないぞ、ね、俺の料理は腕で行きます、腕で行きますって言って、腕で行きますって言ってる人に言えないじゃん、わかるかい。でこういう人見てた時、ああ、この人は言葉じゃなくて体で学ぶんだ、間違ってるということを体で学ぶの。だから今もし人生が苦しいっていう人がいたら、そのことで困ってることに対して本読んでますかとか、うまくいってる人から話聞いてますかとか、うまくいってるとこ見習いに行ってますかとか、ね、会社でも何でも俺ばっかりなんで怒られるんだろうとかって、いつも褒められてるやつの様子じーっと見てった、あ、こことここは違うんだとか、常にそうやってやらないと、だから苦しいよ。もし自分がうまくいってなかったら、体で覚えてるんだ。間違ってるよってことを、ちょっと、力入っちゃったんですけど、みんなにね、体で覚えるようなことをしてほしくないの。で、体で覚えるってのは仕事を覚えてんじゃないんです。これじゃダメだってことを覚えてるんだから、苦しいとか辛いとかって言った時は、自分は間違ってることしてんだ。で、苦しいの、苦しんで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 乗り越えた人っているんだけど、そういう人たちってのは苦しんで苦しんで苦しんでやり方変えた時にうまくいってんの。お釈迦様ですら難行苦行した後に、難行苦行は無駄であるって、悟りには何の意味もなかったって、要は苦しいことと悟ることとは違うんだ。だからそれってね、ものすごく大切なことだからね、苦しんで苦しんでってずっとその昨日と同じことを今日もやってたら、明日は同じ日が来るよね、間違ったことずっと続けちゃダメだよ。神様、あんたいじめようとしてんじゃないんだよ。あんたが間違ってっから苦しいんだよ。分かったかい？ね、このままのこと続けちゃダメだよ。ね、今苦しいのに同じことしてちゃダメだよ。そしたら絶対同じことが明日起きるよ。明後日、し明後日ってだんだん悪くなるよ。ね、みんなでね、本屋も人のいい人の話、成功してる人の話聞こう。ね、わかるかい？なんであんたが騙されるか知ってるかい？あんた人のこと聞きに行かないよね。で、聞きに行かないのに騙すやつだけだよ。あんたの機嫌を取って、素晴らしいですねとかって言ってくれる人って、騙そうとするやつだけだよって。
誰も相手にしない人を相手にしてくれるっておかしいんだよ。ね、よく考えな。ね、誰も話聞きたいんだったら誰も聞かないはずなんだよ。それをニコニコしてあんたの話聞いてくれたり、いろんなこと言ってお世辞まで言ってくれるとおかしいんだよ。本当はうまくいってない人が行くんだよ。わかるかい？うまくいってない人が習いに行くんだよ。ね、うまくいってないあんたのとこへ来る人っておかしいんだよ。わかるかい？なんか厳しい話なんだけど、幸せになってもらいたいから話してます。ありがとうございます。ありがとうございました。斉藤ひとりさんのお話でした。今回のお話は、なぜかお金が入ってくる、 100% お金が入ってくるお話、またまたお金のお話と、願いは願った瞬間叶っているというお話をさせていただきます。願った瞬間叶う、思い通りの未来にできるかは今の感情次第です。あなたは未来、願ったことを一瞬で叶えることができます。願った瞬間叶うというのが本来の状態だからです。全員誰でも叶えることができるのが宇宙の仕組みです。すべてはシナリオ通り。しかし叶えられなくする設定、観念があると願いは絶対に叶いません。例えば、私はお金持ちになれないという設定観念を持ちながら、お金持ちになるということは絶対にできません。すべてはあなたのシナリオ通りだからです。お金持ちになれないという観念、そう思うことを手放して、私はお金持ちになれるという観念に書き換える。でも、お金持ちになれるというのは、今の私はお金持ちではないという意味なので、お金持ちではないという設定にしていることになります。そこからもう一歩進んで、私はお金持ちであるという設定に書き換えて、本気でそう思えるようになるということです。お金持ちであるということに抵抗があったり、全くそう思うことができない場合、結局、心の根底にあるのは、私はお金持ちではないなので、やっても全く効果がありません。なぜかお金が入ってくる。120円のコーヒーを買った時、コーヒーが買えるなんてリッチだなぁと思うこと。今から100年前は120円は大金でした。家に帰ってお布団で眠る時、私はお姫様だと思うこと。今から何千年前、布団で眠れるのはどこかのお殿様、お姫様、ベッドで眠れるのはどこかの王族だけでした。今こうやって私たちの生活の中で欠かせないスマホやパソコンを扱ってる時点で億万長者なんです。こういう視点で、今の自分はリッチでお金持ちだと本気で思えるかどうかで、あなたの未来の金銭の状態が大きく変わります。この視点で常に生活をすること、ああリッチだ、お金持ちだと心から感じる回数が多ければ多いほど、あなたは確実に豊かになります。お金持ちという波動が出ているから、行動も伴ってお金持ちという現実を引き寄せるんです。現実は変える。この世の仕組みはとっても単純で、自分が信じていた通りになります。そうなりたいと思っている状況にいる時と同じ気持ちで過ごしていれば、その状況がやってきます。だから、今あるもので気分を盛り上げるんです。これができるかどうかで、あなたの思い通りの人生を作る力が変わってきます。お買い物と一緒で、これがいいと決める。そしてレジでお金を払って購入する。このお金はあなたの波動です。あなたの波動がその現実をゲットするためのラインに達すれば、その現実は購入できます。あなたの気持ち次第なんです。その気持ちを出すために、吐き出しをしたり観念を変えたりします。絶対に 100% 叶うんです。ただし、100円のものを買うときに10円では買えない。100円必要です。波動も一緒で、
振動数100の現実が欲しいなら、自分の振動数も100必要なんです。自分の振動数が10なのに、振動数100の現実に行きたいは無理ということなのです。振動数を100にするには、そういう気分になるしかないんです。あなたには世界を変える力がある。幸せの世界、幸せの現実に行くには、先に幸せを感じなきゃいけない。これができた人から、どん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 幸せな現実へワープしていきます。思い通りの未来にできるかどうかは、本当に本当に本当に 100% 自分次第です。今この時間が最高に幸せ。そう感じながら今を過ごすことで、自分の未来に最高な幸せを作っています。欲しいものは満足すれば手に入る。この宇宙のシステムでは満足しない限り手に入らない。今に満足すれば、今より嬉しい現実を引き寄せるということができます。今、不満だらけの現実を過ごしている人も、その不満だらけの現実の中で何らかの幸せや満足を見つけて、それを幸せと認めることができれば、今よりもちょっとハッピーな現実を引き寄せることができます。それを続けていれば、今よりちょっと幸せを引き寄せ続けることになるので、ゲームのステージレベルと同じように、幸せのレベルがアップしていきます。今に満足するということを続けていけば、一生幸せのレベルは上がっていきます。続ける力の大切さです。逆に、今に満足しない限り、不満を引き寄せ続けてしまいます。それも本当の満足でなければ不満を引き寄せてしまいます。意識と意志がすべて現実を作っています。今回はなぜかお金が入ってくる、 100% お金が入ってくる方法、願った瞬間叶えているというお話をさせていただきました。ここまでご視聴してくださり本当にありがとうございました。あなたの心がハッピーで幸せで豊かになりました。またお次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。